今日は鳥取市の用瀬保育園で智頭警察署の警察官が1歳から6歳の園児など85人と横断歩道を渡る時の注意点を確認しました。皆さん、歩道ないところの道路どこを歩いたらいいか分かるかな？横断点の横、ここかな。横断歩道を渡る前は車が走ってこないかを確認し、横断歩道の周りでは騒いだり走ったりしないことを教えてもらった園児たち、早速保育園前の横断歩道で実践です。右を見て左を見て、もう一回右を見て手を上げて、来ない車、来ない、じゃあ手を上げて渡ろう。ゆっくり、はい、上手です。左右を確認した後にしっかりと手を伸ばして歩いていることを周囲に知らせながら渡ることができました。危ないことに気をつけたいです。遠くに車いるって思ったらどうしたらいい？止まる。通ったらいい時といけん時で、忘れとった時で思い出した。智頭署管内での歩行者と車の事故は今年1月から現在までに2件発生、そのうち1件は保育園児が巻き込まれる事故でした。交通量が決して多い土地柄ではないんですけども、車がいつ来るかわからないという意識は常に持っていただいて、左右の安全確認をとにかくしていただくことと、横断歩道をしっかりと活用していただくということを気をつけていただきたいと思います。智頭警察署は引き続き交通安全の指導を行うということです。